いっぱい買いました。お前それ読んでなかったら社会人になれないよって言われてって焦ってそこで制覇しました。なるほど、これいいじゃん。でも甥っ子かわいそう。バランスが格差感じますよね。やっぱり見て2年前立ち読みして心折れた時一番ひどい。ごめんなさい。